チャオ、あっちゃんです。今日は4月の26日水曜日、今ちょっとね、なんだ、お仕事のお出かけの準備をしようかなと思って、ちょっとまだ朝からね、まだまだ洗濯とか洗い物しゃんとあかんしね、そんなんで、なんていうのかな、やらないから、お着替え、一段目のお着替えして。で、ちょっとね、一段落ついて、なんていうの、休憩しようと思って、そこ、ソファーのところに横になってたら、面白いテレビやってた。だからちょっとカメラ回してみました。最近ね、北朝鮮絡みで、いろんな話が飛び交って、相次ぐデマって、なぜ人は惑わされるのかって、デマが飛び交ってる、そのデマに注意してねっていうのをやってるんだけど、なんかどっかにミサイルが飛んできたとか、どっかに落としたけど政府が隠してるとか、そのデマが飛び回ってるらしいね。これ何日にミサイル撃ってくるとかいう予測的なデマとかいろいろ出てるけど、注意してねっていうのをやってるけど、デマって何でしょうって、要はデマ、デマかせじゃないらしいね。デマゴギーっていうドイツ語の語源のデマゴギーのデマらしいんだけど、そのデマゴギーって衝動って、人を煽る行為のことをデマって言うねんで、だから嘘をついたり自分の思い込みで、だから人を煽る行為で、それに乗っかんのが人間の心理らしいんだよね。だから昔アメリカで火星人侵略っていうニュースがあって、みんなが信じられてアメリカ人がパニックになったんで、1930年代らしいねんけども、まだ第二次世界大戦前ね。その時アメリカがなんかラジオドラマで宇宙戦争っていうラジオドラマがあって、火星人が襲ってきたよっていうなんかラジオドラマをやってんけど、途中から聞いた人がほんまやと思って、火星人が来たっていう話をしたら、それが広まってアメリカ全土に広まって、みんながこう逃げ惑ったっていうね、パニックになったって、でそれの心理はやっぱりそのデマに騙される人の心理っていうのがあって、やっぱりその第二次世界大戦前でナチスドイツ軍が力をつけてて、ナチスドイツ軍が、ユダヤ侵攻した時に、アメリカ人もそのもうそろそろアメリカにも攻めてくるのちゃうかっていう不安があって、それが宇宙人、アメリカ、なんだ、火星人とリンクしたんじゃないのかっていう、なんかそんなんで、あともう一つね、オイルショックの時にトイレットペーパーがなくなるよって、誰か、それも主婦一人がトイレットペーパー、オイルショックだとトイレットペーパー手に入らないのちゃうのって買いに行ったら、それを見た人たちが押しかけてトイレットペーパーがなくなったっていうデマ、でそれがね、なんていうのかな、人間、人を騙そうと思ってついたデマじゃなく、勘違いした人のデマっていうのが多くて、なんていうのかな、勘違いした人が言った言葉が広まる。それはやっぱ不安感、デマを信じる人っていうのは何らかしら心の中に不安感があんねんね、らしいねんね。だからそれで人を騙そうと思ってついた嘘じゃないんだけど、東北の大震災の時に、なんだとか、どっかの大きな火災かなんかの時にも、なんか有害物質が出たとか、東北のあれ、放射能とか、あの辺りが実際の正確なデータ自体出てないらしいのに、それが不安になって、風評被害みたいなっていうのもデマで、熊本のあの大震災の時だったんかな、動物園からライオンが逃げ出したって、それどっか海外のサイトで、海外で撮影撮って、それをいたずらで載した人が、それをね、信じた人が善意で、うわ危ないからこれ教えてあげようって言って拡散した。拡散する行為は いい行為ではないのね、やっぱり。それが良かれと思ってやった行為はみんなに迷惑かかる。だから最近ね、あっチャンネルも拡散してやっとるけど、それが信じている視聴者さんが結構いている、それはやっぱ不安感情の正当化、新潟大学の臼井教授が、自分が思っていることとか、知的な情報が
出てくると不安に思う。だから、ね、自分に不安感がない人はデマを信じず正直でな目で見れるらしいねんね、うん、そういう目で世間を見ないと、あチャンネルだけじゃなくね、やっぱりいろんなものに騙される。だから日本にもミサイルや核が飛んでくるって、だから北朝鮮やが核ミサイルとかの実験繰り返してるから日本にも来るんちゃうかとか、トランプがシリアを空爆したから北朝鮮にも空爆するんちゃうか、それで反発して出てくるのちゃうかって、全部デマらしいねんね。まあ、ほんまにそうなってるかわからへんよ。でもそれをデマを信じてありもせえへん不安でおどおどして生きていくほどくだらないものはない、うん、で不安な状況に陥った人で、自分が、なんか心配している内容に近い内容とか正確な情報がない場合、それを善意で人に伝えようとしている場合、そういうので、デマっていうのは広がるらしいんです、はい、だからデマを信じないように、あっチャンネルのデマも信じないように、おまけで付け加えときます、はい、ね、デマと真実の見極めが大事。もう拡散希望とか書いてある時点でちょっとねデマっぽいからね。まあでも拡散希望ってやつを結構信じる人が結構いてんねん。前もなんかね、あれがあった、女の子が家出をしました。で拡散希望っていうのが回ってきたん、フェイスブックとかで。すっごい拡散希望、その子の実名、写真、住所、連絡先、親のね、親に見つかったやつの、それを拡散希望で拡散したことによってその子は見つかった。ちょっとね、親に反発して家出してた子やねんけども、その子が見つかった。でそのことによって家にいたずら電話がかかってくるとか、その子のプライバシーが明かされて、うん、その子結局、その家族結局、ね、こっそり夜逃げして引っ越しました、うん、よかれと思って、確かにね、女の子がいてなくなったって言ったらよかれと思って拡散するよね、うん、それで、ね、その家族離散っていうかね、その地に住めなくなりました、はい。ね、だからデマっていうのはね、信じないで注意してみてくださいっていうことでした、はい。ということで今ちょうど終わったんで、この辺で終わりにしたいと思います。ちょっと面白いネタやったんで動画にしてみました。ほんまはこれじゃなく違うこと言おうと思ってんけど、この後それ撮ります。ではまたね、バイバイ。